武田木来から1930年11月15日は、明治から昭和の初頭を代表する臨済州の前奏。属性は、武田、大井美奈は宗園、道合は木来、失合は左辺帝。一期国に生まれる。臨済州県人寺派官ながら道王将のもとに入り、後道地の安国寺道清将について特度する。1873年。 京都明神騒動の釈子志敬老師に参じ、その後大徳騒動の義山善来、小国騒動の小木野徳園の角老師にも参じた後、1881年、久留米梅林騒動の三政権、東海有禅老師に参じ、司法する。1889年4月17日県任寺、山内の両足信住職となり、翌年県任寺後国院、現在の解散道。 古くは、公前後国院と言い,い、海山英才前寺の没所で、暗居結成をはじめ、1892年5月、39歳の若さで第四代県民寺派官庁に就任。1898年には、山内の冷凍院に全道を落建し、騒道を開け人へする。また後輩した高台寺の復興を図った。1913年に、 解散英才前寺700年縁意味名を厳守して、翌1914年には英才前寺の遺跡を比叡山にて見つけ、そこに石踏みを立て解散阻止のその遺徳を検証した。1928年総動史家を法師の武田英生に譲り退任する。一方官庁職は最後まで続け、1930年11月15日に、先月、武田もくらいの家は、 風縄行。七十七年。天神開古下半は当る天。失号の左辺帝は、中国のご祖宝苑禅寺の古寺にちなんでいる。建仁寺の三号東山が、宝苑禅寺の十安と同じで、その絵下の南、同姓禅寺のいた米月小屋を、左辺帝といったところから取ったものである。そして、失号である左辺帝をつけた建物が、冷凍院の境内に今も健在である。 それは1928年総動士化をちした後、1930年に中井受験小児が武田木来のための飲料として建てたものである。その他に伊藤博文、河野博中、鈴木大説、清沢万氏、新島八重子なども木来の教えを受けている。武田木来に参戦した小児で実業家、藤田源氏は通名を徳次郎と言い、下の 塗り毒みを編集して、修行造運水に、セボンした、特進化である。第1巻は、無門石、臨在録など、第2巻は、読語信行、十牛図など。また、以下の本は、武田木来の語録であり、いずれも、藤田源次、内村大派吐き領古事の変によるものであって、内村大派吐き古事は通名を国蔵といい支部の、大家、ありがとうございます。